はい、3月28日火曜日、イカれる睡眠面の時間が参りました。皆さんよろしくお願いいたします。はい、火曜日は不動のメンバーです。麗澤大学客員教授の西岡勉さんです。よろしくお願いいたします。はい、もう一方は産経新聞論説委員畔蒜瑠衣さんです。はい、よろしくお願いします。はい、それからスカイプでタレント千葉玲子さんです。麗ちゃん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、あと1時間ちょっと頑張っていきましょう。はい、じゃあまず、告知から麗ちゃんお願いします。はい、まだまだスポンサーが足りない文化人放送局では、7.8 事件の真相究明が原因か、謎の広告剥がしが発生し、広告収入が激減しています。ぜひ動画概要欄の専用ページから皆様のクリック募金で制作費の応援お願いします。なお、現在クリック募金5万円以上の方に記念品贈呈中です。この機会に応援よろしくお願いします。また、スポンサーになっていただける企業様がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。はい、というわけで本日のトピックスです。まず一般ライブでは過去最大114兆円予算採決へ、そろそろ終盤戦、小西文書問題、今日も元気、今週の売国知事、イチャモン大国中国、岩田明子氏都知事選に立候補、メンバー限定ライブでは千葉霊のズバリ言うわよ、女性限定公募に勝つ、西岡先生の朝鮮半島スクープ、今週のイカれるニュースというわけです。はい、それでは速報。はい、速報。はい、ロシア極超音速ミサイルを日本海で発射。ロシア国防省は28日、太平洋艦隊が日本海で訓練の一環として極超音速ミサイルを発射したと発表した。ロイター通信が報じた。ロイターによると発射されたのは、対艦巡航ミサイルモスキート。ロシア国防省は約100キロ離れた目標物に命中したとしている。ちなみに極じゃなくて極超音速と呼んでくださいね。あ、それなんか NHK では極って言ってるんだけど、うん、ネットとあと高市大臣が極って呼んでる。そうで、あのここに呼んでますか。はい、らしいので合わせました。はい、一般的にはいや極という、まあ、言うんだけど、まあいいです。それじゃあ高市大臣に合わせますか。はい、それじゃね、これはちょっとある意味で驚いたんですけど、西岡さんね、この日本海でというのは当然日本のことを何ていうか恫喝するためになんでしょうけど、それは先ほど話出ましたように、やっぱりあれですかね、岸田総理のウクライナ訪問と何がしか関係してんでしょうね、これはね。そうですよ ね、ここはね。ただ、まあ、極東のロシア軍は張り子の虎ですから、うんうん、ミサイルは撃てますけど、うん、陸上部隊みんなウクライナに持ってってますからね。 いないですからね。だから逆に岸田さんもそれしゃもじもいいけど、うん、日米で北海道で軍事演習をすればいいんですよ、本来はね。関東圏の時と同じですけどね。関東圏でしますか。関東圏、うん、あの時はソ連軍に勝ったんだ、うちは本当は。でもつまり演習をするだけで向こうに張り、極東に軍を張り付けなければならなくなるわけでね、うん、まあ、ミサイルはどこでもできますからね、うん、まあ、ロシアはイスカンデル持ってるのは分かってることですから、うん、ただ日本海でやったというのは、うん、まあ、彼らがミサイル本当に今足りなくて北朝鮮まで砲弾くれとかミサイルくれと言ってる中で、うん、ね、こちらで使ったのはいいことだと思いますけど、うん、まあ、だからよほどしゃもじが気に食わなかった。そういうことです。ということは意味があったということですね。しゃもじは意味があったかどうかは知りませんが、うん、だけど怖いのは、一応エドルフにミサイル基地を作るとか言って、うん、これがどこまでどう実現するかはもちろん分からないんですが、うん、その辺がロシア側がもうかなり本気になってきたりするとですね、日本にとってはちょっと面倒なことにはなるは、うん、なりはするんですよね。それとイスカンデルっていうのは日本は撃ち落とせる迎撃みたいなのないですからね、変則的にこれは飛ぶやつだから日本は撃ち落とせないわけですよ。はい、では国会ですね、次、21番を読んでください。はい、新年度予算案、今日参院予算委と本会議で採決、可決、成立へ。一般会計の総額が過去最大の114兆円余りとなる新年度
令和5年度予算案は28日、参議院の予算委員会と本会議で採決が行われ、与党側の賛成多数で可決・成立する見通しです。新年度予算案は物価高騰対策や防衛力の抜本的な強化に必要な費用が盛り込まれ、一般会計の総額が114兆3812億円と初めて110兆円を超えて過去最大です。これ安倍さん、その、まあ、110兆円を超えて過去最大というのは、それはそれで別に何も問題ないんですけど、僕が一番思うのは、この後出てきますけど、あの予算案が衆議院を通過した後、あの小西文書以外のことって何にも国会で出てこない、まあ、実際には、まあ、ちょっとずつはあったかもしれないけど、それともメディアの記事になることは一個もなかったでしょ。そうですね、それが時間の無駄であり、はい、本当にもったいないことしてるなっていう、その印象が強いんですけどね。まあ、それは全く同感で、うん、まあ、しかも結構多くの人がですね、最近国会中継を、ね、あ、それこそ小西古文書問題なんかをきっかけに見て、はい、非常に呆れてるようですよね。先ほども言いましたけど、本当に今だから少子化対策とか人口減の問題とか、うん、防衛国債防衛増税の話とか、うん、いかだでも論点ある中でね、はい、8年前の政府がもう放送法の解釈変更してないと言っていることに対するイチャモンつけで、うん、延々と時間を費やして、うん、いや本当に日本の国会っていうのはお花畑だなと思いますね。だからその木曜日出てくれてる島田教授が、参議院廃止しろと、うん、もちろん参議院廃止するためには憲法改正が必要だから、それは万が一そうなっても自民党公明党は賛成しないだろうから実現性はないんですが、まあ感情的にはそう言いたくなりますよね。感情論でいいのであれば、うん、参議院にも解散を持ち込めと。ああそうですよね、あるいは6年というのは任期長すぎるから、うん、長いからね、衆議院に合わせて4年にしろと。4年でいいじゃないかとかね。だって当選さえすれば6年間何にもしないで、ただ単に政権与党の足引っ張るだけでですね、ですよね、美味しい仕事ですよね。給料丸々もらえてね、何もしなくても6年間美味しい仕事ですよね。2期って12年やったら大変なことですよね。これね、参議院の弊害では確かあるのは、例えば県議会の幹部とかが最後にご奉公ご苦労様でしたって言って参議院議員になって辞めるってパターンがありますよね。一番多い。そういう人たちはもう将来のこととかあんま何もないから、うん、本当に働かないし、うん、政治活動もしない、うん、まあ、そういう人たちがただ単に無位と職で名誉を得るっていうこと、うん、過去には例がいっぱいあったわけですね、うん、まあ、一般論で言って参議院議員って本当に何もやらないですよね。で選挙の時だけはまあ最低限やるでしょうけど、衆議院議員みたいにそのずっと地元を回って意見を聞くとかね、うん、そういう意見を吸い上げるみたいなこともほとんどしないしね、この大体ね。そうですね、もう6年間でいいやと思えば何もしないで済むんですよね、うん、まあ、ガーシーさんがその極端な例として現れましたけど、うん、ああいうものが通っちゃう、逆に28万8千票ですよ、うん、どえらい票ですよね本当に。だけど通っちゃうっていう、やっぱり参議院おかしいですよね。さあ小西文書、先ほどもやったんで今回あまり長くなくてもいいんですが、れいちゃん23番をじゃあ読んでください、はいはい。安倍氏おかしいじゃないか、番組への不快感あらば広がった波紋、朝日新聞です。第二次安倍政権が発足して初めて衆議院の解散が宣言された2014年11月18日の夜、首相の安倍晋三は TBS の報道番組ニュース23に生出演していた。番組では景気回復についての街頭インタビューが流れ、アベノミクスは感じていない、大企業しか分からへんのちゃうといった批判的な声が紹介された。賛成の意見も取り上げられたが、そのバランスが気に入らなかったのか、安倍はキャスターに向かって不快感を示した。自民党からテレビ局への露骨な横やりが入ったのは、TBS に安倍が生出演した2日後の11月20日だった。これは朝日の記事、これ呼び捨てにしてるっていうのはそういう記事だったということですか。私も元記事を知らない、まあ、そうだと思います。継承略なんだと思いますが、うんうんうん、今年の3月27日に書くような記事なんですかねっていうのは一つの疑問と、うん、じゃあその
横やりが自民党から入って放送が変わったのかということが問題ですね、うんうん、何にも変わってないならば、うん、政治家だろうと役人だろうと民間人だろうと、うん、それはおかしいよと文句つけるのは当たり前じゃないかって、うん、そこで終わりの話ですよね、うん、TBS がもともとかなり変更してるというのはこれそれこそ常識であって、うん、例えば選挙の時に、各党の党首に聞くみたいなやった時も、うん、TBS だけ妙にこう、ね、ひねくりっていうか変更したような質問を来て時間を引き延ばそうとしたりすることよくあるじゃないですか、いやそれとねその政治家だろうと誰だろうと、うん、気に食わない報道された文句の当たり前なんですよ、はいはいはい、小沢一郎さんは例えば うちの産経新聞の記事に文句があったら、うん、部下の山岡何がしとかいっぱい議員に引き連れて、うん、アポなしで本社にやってきていきなり役員に会わせるとかで一回で暴れたりしてましたよ、うんうんうん、私だって福田康夫さんが官房長官の時には社長に対して私が聞いてる限りだけで4回アビルを変えろと官邸から外せって社長に言って言ってきましたね。そんなのは別に当たり前なんですよ、うんうん、だからこの朝日新聞の人何言ってんだろうなと思うんですよね、うんうん、なるほどね。はい、じゃあ次いきますか。24お願いします。はい、はい、こちらは毎日新聞です。解釈変更がもたらす危機、放送法に政治的公平が必要なわけ。放送法に定めた政治的公平の解釈をめぐる総務省の行政文書で、磯崎陽介首相補佐官らが具体的番組を挙げ、法解釈を実質的に変更して影響を及ぼそうとした経緯が浮かび上がった。しかもこれは第二次安倍政権が憲法改正や安保関連法など国論を二分する政策を進めていた時期と重なる。政権が政策のスムーズな遂行のために放送局に横やりを入れようとした印象が拭えず、さらには放送の自由の脆弱さも露呈した形だ。これまた訳の分かんないこと書いてますけど、放送法4条に何を何て書いてあるかっていうのをまず書けって言うんですよ。そうすると公平性っていうのことかなり強く書かれて、それをちゃんと遵守しろっていう決められてるんだから、放送じゃあ放送局ちゃんとそうやってますかってやってるところはないんじゃないですか。だって NHK まで含めてです、ね、放送法にその停波の規定を盛り込んだのは民主党政権なんですね。ああ停波、そうですね。それをもう一つ言えると、影響を及ぼそうとした経緯が浮かび上がったと言いますが、うんうんうん、当時磯崎さんは、LINE でもない単なるスタッフである首相の相談係である首相補佐官に過ぎなかったわけです。はいはい、でその首相補佐官が総務省に質問をかけたり、まあ、自分の出身省庁でもあって高圧的だったというのは事実なんでしょうが、はい、うん、それが何なのと、うん、本当に放送法の解釈を変えようとかそういうことになれば、まずは自民党政調で測って政調全体会議の了承を得てやらなきゃいけない話なんですよ、うんうん、その前段階の前段階の前段階のレベルのことで何を言ってるんですかと、うんうん、しかもそれで放送の自由の脆弱さと言って、この程度を跳ねつけるのは放送であって、うん、自由の脆弱さというのは自分たちは弱っちくてすぐ言いなりになりますと、この毎日新聞の人が言ってるだけの話ですね、うん、